捜査市は千葉県の北東部に位置する市。植木、苗木の産地として知られ、日本最大の栽培面積である。2006年1月23日に、妖怪千葉市と捜査群の坂町が合併して誕生。市名の由来は、捜査群。千葉県北東部に位置し、県庁所在地である千葉市から約40キロメートルに位置する。 東京都の都心からは70の80キロメートル圏内である。成田国際空港からは車で約30分の距離に位置する。市の中央を東西に JR 総武本線と国道126号が並走し、中央の西方を国道296号が南北に走る。北部は他につが入り組んだ複雑な地形の第一部。一方、南部は 市街地を除いて、ほとんどが田園地帯となっており、白車星象の続く九十九里浜に面する九十九里平野の平坦な地形である。主に海洋性気候であり、年間平均気温は15度と温暖で、夏涼しく冬暖かく、冬でもほとんど降雪は見られない。A1915 年12月8日、B1948 年11月3日、 C1954 年3月31日、D1954 年7月1日、E1954 年7月17日から2006年1月23日、捜査手発足前、編集捜査手発足後、編集平成27年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、6.41%減の37,261人で、あり、 同減率は、千葉県下54市町村中41位、60行政区域中47位。2010年2月7日の得票数、歴代市町住所表記捜査警察署捜査士、横芝光町消防組合消防本部市政、編集県政、編集国政、編集第一次産業が盛んである。旧八日市場市は、植木の産地であり、捜査士は、 日本最大の植木栽培面積となっている。商業、編集モータリゼーションの進行により、国道126号沿線にロードサイド店舗が見られる。主な商業施設金融機関本社、本店を置く企業、編集高等学校、編集千葉県立捜査高等学校、慶愛大学妖怪千葉高等学校中学校、編集小学校、編集特別支援学校、 編集八歌市場駅中心となる駅、八歌市場駅東日本旅客鉄道総武本線1911年から1946年までは、八歌市場駅終点の成田鉄道タコ線が通っており、下宇佐吉田駅、豊坂駅、西八歌市場駅の各駅が存在した。JR バス、関東高速バス、編集八歌市場駅、捜査市役所ルート詳細は、八歌市場駅、 創作市役所ルートを椒照七子葉幕張線詳細は、町七葉幕張線を山椒国道126号高速道路一般国道主要地方道都道府県道自転車道農道八重垣神社三徳寺九十九里浜井高寺大木道国県指定及び国登録文化財一覧カテゴリー創作市も山椒行政観光ありがとうございます